お前も老元像して食べてやろうか。天気かき中。どっちが老元像を楽しく分かりやすく説明できるかを競います。5分間で。ほ、撮影だけが写真じゃないっていうのは結構重要なことなんじゃないかなと思って、そこも撮影も楽しいし、撮影のことを考えるのも楽しいし、撮影した後その写真をセレクトしたり、ちゃんと適した色に合わせて表現していくっていうのも写真の一部。そうですよ、狩りしてちゃんと調理して食べる、これまでのね、シューティングですからね。持てたね、はい、いやいや、なんで楽しく分かりやすく5分間でお互い5分間、うん、5分間で老元像を伝えることができるのか、乞うご期待。楽しくわかる老元像、アドビのライトルームクラシック編です。ライトルームの説明を簡単にさせてください。ライトルームとライトルームクラシックって違いがあるんですけど、知ってますか？知らないです。知らないですよね。2007年にリリースしたのがフォトショップライトルームというソフトです。で、現在はライトルームクラシックといって、アドビの製品の中でも安いライン。はい、はい、どうぞ。安いってどれぐらいなんですか？安いっていうのは、フォトショップとライトルームと組み合わせて1ヶ月1000円ぐらいのプランがあるので、はい、それはすごい、フルでやると5000円ぐらいなので、それはすごい安いかなと思います。とても機能が高いので、初心者からプロまで、幅広い人が使えるし、僕は初代の発売日に買ったんですよ。はい。で、そのぐらいからずっといじってるんですけど、何がいいかって、そこから操作性がもうずっと変わってないんですね。一回覚えてしまえば、どのカメラの老元像もできるようになるっていうのがいい特徴だと思います。じゃあ何ができるのかというと、現像です。はい、はい、現像って何なんですか？今回の根幹だね。ロー画像ってカメラで撮れるものがあるんですけど、はい、ロー画像は見るためのソフトではなくて、見る画像を作るための一つ前の画像を作るんですね。ほう。だからロー画像っていうのは見るための画像じゃなくて、調整するための画像なんです、はい。これ有松絞りっていう伝統的な産業なんですけど、これストロボも焚いてて、ちょっと見た感じ暗いですよね。ライトルーム、これ現像画面なんですけど、右上にヒストグラムっていうのがあるんですけれど、要は右から左までいっぱい詰まってる状態です。で、特に左側にいっぱい情報があって暗いと。だけどこれ以上明るく撮ったら白く飛んじゃって、そこは情報として残らなくなっちゃうから、逆に言うとこの状態で撮って後で老元像をしようと思って撮った写真です。で、僕がどんな作業をするかというと、このパラメーターが Adobe の Lightroom Classic の右側にいっぱい右左に動かせるパラメーターがあって、で自由に色を作っていけるわけです。で、この時重要なのが、まずこうどこからいじっていくかが順番とても重要で、まずここの基本補正とある中で露光量をいじっていってください。そうするとやっぱりこう暗い中にもちゃんと情報が生きていて、明るい中にもちょっと情報が残っているというのが分かります。これ染め物の写真なんですけど、染め物だからちゃんと色をちゃんと出したいんですよね。で、その次にどこをいじるのか、おすすめするのかというと、僕はトーンカーブです。どこが一番色が美味しいところなのかっていうのを持ってくる。この傾斜が一番きついところが色がうまく乗ってくるところなので、自然にそこをどこに持ってくるかっていうのをトーンカーブと露光量で決めてから他を整えていきましょう。よくサイドをね、色を濃いからってこうやって上げちゃう人いるんですけど、こうなると微妙な色は逆に言うと見えてこなくなっちゃうので、サイドをいじるのは本当に最後にわずかにいじる。それよりも色を強くしたいんだったらトーンカーブをいじっていく方が、僕はライトルームの分かりやすい使い方だと思う。先日この柿中で撮らせてもらったあのロケの写真があって、でサムネにも使った写真なんですけど、これ撮ってる時はこのぐらいの
暗い画像なんですよ。はい。でこれをどう現像したかをちょっとお見せしていくと、とりあえず顔の近くにちょっと上げますよね。なんでこんな暗いかっていうと、やっぱりヒストグラムを見ていただければ分かると思うんですけど、飛んでもないし潰れてもないところに収めてるんですね。でここからどういう現像しようかって僕が考えてたのは、後ろがまた露光量から入れると結構青いんですね。青い池なんで、この青をちゃんと出してさらに肌が綺麗に見えるようにっていうのを考えて、ただ青くして色温度青くしちゃうとね、ちょっともったいない、せっかく日が当たって肌ツヤがいい状態をちょっともったいない感じで台無しにしてしまうので、まず露光量を上げて、で次にトーンカーブでこの池と顔のバランスをちょっと作っていくと、あんまこうするとビビッドになるんですけど、やっぱりちょっと顔のところが破綻していくんで、あまり白のところは持ち上げないで、代わりに奥のところで一番このトーンカーブの下のところをちょっと上げてあげることによって、ここの池の色がちょっと動かせるようになっているのが分かるかなと思います。ここら辺が池の色ですね。ここら辺にある程度締まりを持つけど真っ黒にはならない程度にして、これで全体を見るとかなり顔のあたり整いましたよね。でさらにシャドウの池のところにちょっと青みを足してやると、これでぐっと全体を構成する色のバランスが僕は取れたかなと思っていて、最後にサイドをちょっとだけ上げたり下げたりするということが僕の何でしょうね、現像の作法みたいなもので、いろいろな人がいろんな作法があると思うんですけど、こういうのを自分のなんか得意パターンを作っておくと、とても写真をこう撮ってこう作ろうっていうのがもっと見えてくるかと思うし、左側にプリセットっていうのがあるんですけど、例えばこのプリセットを自分で好きなように、例えば逆光人物などを作っておくと他の写真にもこれが適用できたりする。その20枚がみんな色が整って同じような色合いで出てくると、これがロー現像の楽しみかなと思っています。はい、質問です。はい、お願いします。これトリミングはロー現像時にやった方がいいもんなんですか？ですね、トリミングは今とりあえず全体の雰囲気を見るために仮にトリミングしたんですけど、最終形態何にするか、例えば SNS に上げるのか、人にプレゼントするのか、でその人が自由にトリミングしていいようにするのかによって、最後の最後で画像を書き出すときにトリミングをすることをお勧めします。当然後でもやり直せるんですけど、最初にトリミングしてると見えないところがあったりもするので、そこを避けるためにトリミングは最後の方がいいかなと思ってますね。トリミングもライトルームは感覚的にすぐにできますし、インスタだったら例えば1対1にしてみるとか、感覚的に慣れるとできるようになるので、ぜひ学んだら学んだだけ写真が楽しくなるかなと思っています。以上ですが、ありがとうございます。写真機書き中、いよいよどっちが分かりやすく、どっちが楽しかったか、5点5点で評価してもらいます。分かりにくい評価軸やけど大丈夫ですかね。じゃあ座って、あ、きょんちゃんよろしくお願いします。お願いします。じゃあどっちが分かりやすく楽しかったか、分かりやすさ何点、楽しさ何点で、分かりやすさだけをカッキーと中野で点数発表してください。ありがとうございます。
何この何やの何やのその反応。まあ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 一点リードでしょ。まずさ、まあいっか。まあ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 分かりやすさ、5点さとかさ、ね、ちゃんと分かりやすく説明できたと思ったし、まあいいうん、なるほど。めちゃくちゃがっかりしてる。うん、びっくりするぐらい分かりやすすぎて。はい、じゃあ楽しさ。楽しさ。はい。どっちが楽しく老元像ができると思ったか。そうね、そういう言い方だとね、分かりやすいね。普通3点3点、うん、え、マジで。いやー、課題だね、楽しく伝えるっていうのはね。いやいや、まあまあまあ、まあ、いやこれでカッキーさんの7対僕の6、うん、あ8対7で僕の勝ちですけども、虚しさだけが残るこの戦いですよ。そうそう。戦いという軸にするのがまず、まあ、前回からもそうやけど、戦いの評価軸がなんか難しいよね。この評価軸をもっと研ぎ澄ませて、次もまた違うねんけど、まあまあ、うん、か楽しく分かるがやっぱこう書き中の評価軸で、また何かもっと楽しくやってくれ、もっと分かりやすくやってくれっていうコメントあったらぜひください。またお会いしましょう。書き中でした。